なんだろう。ていうか船長ってなんかね、自分でね、思うんだけど、なんか特化してるところがないなって思っちゃうんだよね。まんべんなく普通程度みたいな。だから自信が持てないのかも。性欲の強さは間違いなくトップクラス。あー、それは確かにあるかもしれない。もうだって、好きあらばね、ちょっと、エッチな、性的満足漫画を読んでるんですけど、いつも、なんだろう、iPhone でさ、サファリってあるじゃん、インターネットの。その前の夜、読んでいた、性的満足漫画を開きっぱのまま、携帯閉じてて、で、なんか、別の日とかに、ふとね、例えば収録だった時とかに、なんか行って、で、なんかその、なんだろう、そこにいたホロメン、ね、フブちゃんとかと話す時とかに、なんか、あ、これなんだっけつって、ちょっとググるかつって、サファリピッて開いたら、はい、性的満足漫画みたいな、シュッてでき、はぁと、やばいと思って、シュッて隠すね。しまったってなるね。そういうのは本当気をつけていきたい。これ本当に何回やってもね、本当に何回やってもね、毎回やってしまうんだけど、昔、iPhone が壊れた時に、修理に出す時も、性的満足漫画を三窓したまま置きっぱにしてて、危なかったね、本当。iPhone の修理してた、女に見られちゃったかな、船長の性的満足漫画。どうしよう、新しい性癖の扉を開いてしまったら。寝る前に閉じなさい。でもなんか、性的満足漫画を読みながら性的満足したらそのまま寝るくない？それはさ、事実じゃん。君たちだってそうするだろ？って思うから、なかなかね、難しい。いや、気をつけよ、ほんと。ちゃんと、ね、閉じていこう。性的満足漫画を。